どうもおまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるなしに上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで今日は名作映画紹介レビュー。この企画はですね、世の中、名作映画と言われるものは数知れず、大量にある名作映画の中でですね、まあ何を見ていいかも分からないし見る時間もないという現代人のためにですね、僕が代わりに見て、その映画をレビューしていってですね、皆さんそれを見て、まあ参考にしていただいてね、分かった気になるのもいいし、興味を持ってその作品を見るのもいいと思いますし、映画の教養の一部にしていただければという企画でございます。はい、ということで今日取り上げるのは、3月にですね新しくザ・バットマンという映画がやりますので、1989年に公開されたティム・バートン版のバットマンです。はい、早速やっていきたいと思います。ではいきます。バットマン、まあ、今回リターンズもちょびっとね入れておきたいと思うので、まあバットマンとバットマンリターンズになります。1989年、ティム・バートン監督の、作品になりますね。はい、この89年というのはですね、インディ・ジョーンズ最後の聖戦、魔女の宅急便、ダイ・ハード、バック・トゥ・ザ・フューチャー2が公開された年でございまして、なんとその翌年の90年にはですね、同じティム・バートン監督の名作シザーハンズ、さらにダイ・ハード2、バック・トゥ・ザ・フューチャー3などもね公開してね、もうまさにハリウッド全盛の時代、そんな時代に生まれたのがこのバットマンという映画でございます。もうハリウッドがもうイケイケどんどん何でもやれるぜみたいなね、ある時期の一個の到達点みたいな、そういった時代に生まれた映画なんですね。はい、でまあちょっとね書く順番間違いまして、こっちに先行きますけどもね、まあヒーロー映画に市民権を与えたですね、高品質大人向けムービーということでね、まあ大人向けって言ってもね、やっぱね子供と一緒にファミリー層向けっていう感じではあるんだけど、こんな時代だからこそね作ることができたね子供向け映画からですね一気に格調を上げた作品になっております。犯罪と暴力の都市ゴッサムシティ、犯罪者が巨大なコウモリに襲われる事件が続発。バットマンと名乗るそのコウモリ男は仲間に自分のことを話せと伝える。で、ある日バットマンにやられたマフィアのジャックは化学薬品の薬草に転落し、顔の白いジョーカーになってしまう。薬草に落ちちゃって顔が真っ白で、顔、しかもその整形手術したんだけれども口がずっと笑っている顔になってしまうということで、それでねトランプのジョーカーにそっくりだということで自らジョーカーという風に名乗るようになった、まあ、そのジョーカーに変貌してしまうんですね。で、このジョーカーがバットマンへの復讐へと向かうというお話でございます。で、まあさっきも言いましたけれどもね、この高品質大人向けムービーということで大ヒットしまして、なんとこの年は日本でもこの年のね興行収入で7位とかになってますし、この時って興行収入の計算じゃないんだけども、興行収入に直すとおよそ30億円超のヒットなので、ファーフロムホームとそんな変わんないぐらいヒットしてます。スパイダーマンシリーズとかと同じぐらいヒットしてるのがこのティム・バートンのバットマンシリーズでございます。ヒーロー映画としてはかなり大ヒットした映画だというのがわかると思います。で、ティム・バートンが作るこだわり抜いた世界観、ティム・バートン監督作品っていうのも今若い子っていうのはあんま見てないかもしれませんけどね、僕みたいな世代からするとまあドンピシャでございまして、まあ、この後のシザーハンズもそうなんですけども、すごくゴチック調のね美しい美術がね特徴的なんですね、その世界観。はい、あとねやっぱ 見にくいねものを愛するという、見にくいものこそ美しいみたいなすごい独特の美意識がありまして、この映画もまさにそれでできてるんですね。まああとね、ティム・バートンってもともとディズニーのアニメーターであったっていうことからも、そのやっぱ絵とかアニメーションに対する意識がかなり強いです。実はこのバットマンの映画っていうのは映画化したのは初めてではなくて、まあ66年とかにも、バットマンとかやってるんですね。で、その時はもっとね子供向けの全身タイツみたいな格好してるんですよ。まあそれはそれで面白いんですけれども、このバットマンっていうのはすごいね、もうスーツから真っ黒のスーツでかっこいいんですよね。今のバットマンのイメージっていうのはどっちかっていうとこのティム・バートン版のバットマンからできたようなこういうビジュアルイメージがかなり強いんじゃないかなと思いますし、バットモービルとかもすごくかっこいいんだけども、この時ってこのCG がまだ使われてないような時代なので、まあエフェクトとかはあるんですけれども、 3DCG っていったものは使われてなかったような時代なので、バットモービルがこうちょっとガガガガガって変形するようなシーンとかは手書きのアニメーションのエフェクトがつくんですよ。で、まあそれがですね、今見るとめちゃくちゃ面白いです。うわ、手書きにあるとか。あと、バットマンが屋上からすごい合成で見てる、真上から見下ろしたちっちゃいバットマンの絵とかも、明らかに
アニメーションだったりするんですよね。なんかそういったところが実写映画なんだけれども、やっぱ多分ティム・バートの感覚なんじゃないかなとは思うんだけど、そういったちょっとしたアニメーション演出みたいなのも入ってきたりして、そういったのがどこか懐かしくてね、今見るとそういったレトロなところもすごく面白い作品になってます。はい。で、リアリティを与えるゴシックな美術、ゴッサムシティという世界観をやっぱこのティム・バートンの世界観で表現した時にすごくゴシック調で、スチームパンクみたいな世界観とそのゴシックな雰囲気が合わさったような街です。だからめちゃくちゃかっこよくて魅力的なんですよ。で、そのゴッサムシティという街が魅力的で、そこに住んでるマフィアたちがその世界観の中に住んでるからこそ、多少ねこのアニメっぽい漫画っぽい世界観のキャラクターたちも、このゴッサムシティにリアリティがあるので、違和感なくその変なキャラクターたちが受け入れられる。ここがすごく重要なんですね。この美術がすっごい、とりあえず綺麗で美しいです。びっくりするのがですね、どうやって作られてるかっていうと、やっぱね、マットペイントっていうか、背景はですね、絵なんですよ。絵でこの背景がもう美術として描かれてる世界に、まあおそらくセットでね、舞台美術が作られてるんでしょうね。そのゴッサムシティ、背景が絵で描かれてるゴッサムシティは、このティム・バートン監督のこの作品だけでしょう。今だからこそのね、楽しみ方なんだけれども、まあこういったところも面白いです。あと、このバットマンのスーツがね、なんかこう格納されてる感じとか、あとバットマンが自分の部屋にいるんだけど、自分の部屋のね、そのバットマン監視してるモニターのね、置き方とか配置とか、あのブラウン管の感じとかも、もうティム・バートンの美意識みたいな、明らかもうセンスみたいな、なんかそういったね、この細かいところがね、この世界観を作り上げててめちゃくちゃ面白いです。バットマンもジョーカーも狂ってる、美しい狂気。はい。まあ、ジョーカーがね、ジャック・ニコルソンというね、まあ、名優がやられてて、なんかね、とんでもない破格のね、ギャラを払ってやったっていう話らしいんだけども、まあ、そもそもこれすごいのは、このバットマン割と、ハリウッドでは低予算で作られてる映画らしくって、まあ、結果的にヒットはしたんだけれども、で、その中で、まあ、ジャック・ニコルソンというね、もうすごい名優を使うことで、大物俳優を使うことで、まあ、引きを作ったわけなんだけども、それによって今度バットマンリターン、それ以降続く4作品があるんだけども、すごいやっぱバットマン VS 大御所、ちょっと古畑任三郎的なね、なんかそういう対決者としても、バットマンとあの役者が戦うのみたいな、最後はシュワちゃんと戦いますから、そういった面白さもあるし、このジョーカーがですね、まあ、この後ダークナイトという皆さんがね、一番知っているジョーカーのタイプがあると思うんだけども、あのジョーカーは確かにかっこいいんだけど、このジョーカーはね、めっちゃ狂ってます。怖いです。大人になってこのジョーカー見ると、なんか見ちゃいけないもの見てるような、なんかやばい怖さがあるんだよね。で、そういったのがやっぱティム・バートン風、この監督マジでやべえやつだっていうのがもう隅々から伝わってくる。で、その隅々から伝わってくるこのジョーカーがですね、どういう風に狂ってるように表現するかっていうと、このジョーカーね、まあ賢いわけですよ。バカじゃないんですね。ちゃんと知的な悪ヴィランとして登場するんだけども、彼がする最も凶悪なこと、それは美術館の絵に落書きをしまくるっていうことなんですよ。これが僕は本当に背筋が凍るような怖さを感じました。ダークナイトのようなね、でも大爆破、大量虐殺ね、まあ、そういうのも怖いですよ。このジョーカーもね、何をするってね、化粧品とかに薬液を混ぜてね、世界中の人たちを自分と同じ顔にするっていう悪いことをするんだけども、そこで出てくる写真とかももう本当、ホラー映画のように怖いです。本当にちょっと、心臓を、ちょっとキュッて締めてから見た方がいいぐらい怖いです。で、その上でジョーカーが美術館に行って絵に落書きしていくんですよ。絵を破壊するっていうのはですね、もう知的財産、人間の文化、文明を否定することですから、これはまさに賢いやつがやればやるほどですね、こいつが考えてることはマジでやべえ。そういったある意味人間の尊厳みたいなものを美術を破壊することで表現するというこのジョーカー、マジで狂ってる。そのマジで狂ってる感じがね、かっこよくないの。かっこよくないからこそマジでやべえ。何せバットマンも狂ってます。このバットマンシリーズっていうのは、なるべく殺さないっていう不殺みたいなところがあるんだけども、このバットマンは結構容赦なくね、悪いやつ殺すんですよ。普通に。はい。狂ってるんです。はい。正義のためなら平気で人を殺せちゃうのがこのバットマンで、同じぐらい狂ってるんですよ。だからここも、ジョーカーがバットマンの闇だっていうところも、バットマンが生んでしまったヴィランであるジョーカーっていうところも、
対になってるし、はい、このバットマンっていうのは正義狂いみたいな感じがあって、決してイケメンでかっこいいやつがバットマンやってないですね。またね、このバットマンがね、こう可愛い顔してるんですよ。でどっかすごい抜けてて、ある意味ね純粋なんです。何にも悪ぶってない、何にも悪ぶんないまんま可愛い顔して人を殺しちゃうっていう狂気。またこの狂気を表す部分でね、すごい象徴的なのがね、女の人とね仲良くなるシーンでね、一緒に食事をディナーをするっつってね、すごい金持ちだからね、超長いテーブルの端っこと端っこでね食事するんですよ。女性と食事するの初めてみたいなぐらいなわけないよねっていうような距離感で食事しちゃうみたいな。つまりこの人全く社会性はないっていうか、やっぱどっかやばいやつなんですよね。そういったこのやばいやつをやばいでしょって表現しないのがティム・バートンのすごいところで、なぜならティム・バートンはやばいやつ愛してるから。そういったやつらを悪いというふうには描かないで、やばいよやばいよ、みんなやばいよ、でもみんな可愛いよねみたいな、みんな美しいよね、そのやばいっていうところこそ人間らしくていいやんみたいな感じで描いちゃうから、全然主人公もイケメンじゃないし変だしやばいし、でもそのやばいやつとやばいやつが戦ってるこの世界観はめっちゃ美しいみたいな、まあそういうバットマンシリーズ。この作品も大ヒットしまして、この大ヒットしたバットマンがさらにパワーアップして帰ってきたのがバットマンリターンズです。敵はペンギンです。このペンギンの造形も見てほしい。ペンギンの造形マジイカれてるし、すごいから。ペンギン見てるだけで画面ずっと見てられるぐらい、何この顔どうなってんの、何この役者すげえっていう感じでね、もう超絶パワーアップしてる。サーカス団とか出てくるんだけど、もうほんと美しいし、特にリターンズまで行くと超ティム・バートン映画になってます。はい、狂ってるのにかっこいい、そして可愛い、美意識の塊みたいのを浴びるような映画になってるのがこのバットマンリターンズになってますね。このティム・バートン映画としてもバットマンリターンズはかなり傑作だと僕は思います。まあこういったことにね興味があって、なんかそれ今話聞いてて面白そうと思った人には結構おすすめな映画になってます。なんですが、このバットマンね、3作目のフォーエバーから、ティム・バートンが制作に回って、監督を外しますね。で、フォーエバーはね、フォーエバーでね、ちょっと毛色が変わって面白いです。ジム・キャリーが、リドラーをやってるっていう感じで、その後のね、ミスター・フリーズの逆襲でシュワちゃんが出てくるんだけども、ここでティム・バートンは制作も外れて、これが、もう不評で、大ごけしてしまって打ち切りになっちゃうんですね。この時点で、まあ90年代のバットマンシリーズっていうのは、ここで一区切り打って、で、結果的に2000年代のスパイダーマンまで、このヒーロー映画の復活っていうのはないわけなんだけども、まあもちろんこのスパイダーマン、サムライ版のスパイダーマンもそうですけれども、やっぱこのバットマンがあったからね、今あるヒーローシリーズっていうのは確立した地位をね、持ってるものだと思いますんで、このバットマンね、もし興味がある人は、見てみるといいと思います。ということで、まあ一気にブワーッと喋らせてもらいましたけども、僕すごく大好きでね、ちっちゃい時はね、このリターンズのゲームとかやりまくってました。はい。特にリターンズのアヒルに乗って出てくるペンギンと、あと本当にペンギンが操るマジモノのペンギンたちの爆破シーンっていうのがあるんですよ。もう動物が出まくってくるバットマンなんですね。あ、もうそれもし興味ある人はぜひバットマンリターンズも、見てください。面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。はい、もうちょっとバットマンシリーズやっていきますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。